サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。お休み中の別所哲也さんに代わって私グローバーがお届けしてます。ここからはあらゆる世界の本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。毎週水曜日はさまざまなジャンルから輝く女性をゲストにお迎えする Shining Woman Day。 今朝は料理家の栗原友さんお迎えしました。おはようモーニング。おはようモーニング。栗原友さんも笑顔が太陽のような方ですよ。ありがとうございます。キラキラの太陽のお顔の下に黒いスカジャンというこの恥ずかしい、かっこいい、おしゃれ。それ梅にうぐいすみたいですね。ねえ、和柄。ありがとうございます。結構それ男前のファッション好きなんですか？あ、そうですね、カジュアルなものが好きです。カジュアル身軽に来ていただきました。かっこいい。あのどうしても、栗原さんというとお母さんのことも印象に、栗原晴美さん、そして弟さん料理家栗原新平さんという料理一家ということもあるんですが、ご本人の、プロフィール改めてご紹介させていただきます。ファッション誌、フリーエディター、アパレル会社の PR を経て2005年から料理家として活動を開始。旅で出会った料理、世界の料理を簡単にアレンジして料理教室や雑誌などで紹介、レストランやキッチンウェアのプロデュースなども手掛けられているということですけども、はい、こういう方に興味がいったというのはやっぱりもう幼い頃から身近にあったお母さんの食であったり、そういうところだったんでしょうか？まあ、なんか父も母も共働きだったので、私も弟も上手に食育されてたというか、はい、その自分たちがいない間に子供たちだけで上手にご飯がどうやって作れるかっていうのを上手に教えられてたんですよね。なるほど、うん、もう子供たちでアイデアを出して。そうですね、自分で作る。基礎だけ教えてもらって、そこからどうアレンジするかは自分たちで、弟と二人でいつもやってて、弟ができるようになってきたら自分はもうサボるっていういいコンビネーションですね。それが弟ってもんですよねそこからじゃあ仕事にするっていうのもステップがまた違ったと思うんですけど。そうですね、全然食には興味がなくて自分はファッションの世界にいたんですけど、その時に一緒に仲良くしてくださっていたあのゴルフの友達がいて、はい、まあ、編集プロダクションに勤めてとか経営されてる方で、その方が突然あのページが空いているんだけど、はい、栗原晴美の娘だったら料理できるんだよねっていうとっかかりからシンプルなとっかかりですねやってみないって連載を急に言われて、はい、で母に相談したらすごくいいと思うから、うん、お料理結構上手だよって言われてお母様のお墨付きもあったんですね、はい、そこでお墨付きというか、まあ、自信持ってやってみたらっていう、うん、ちょっと新しいこともやってみたらいいんじゃないかっていうふうに勧められて、やってみたら、なんか今になりました。いかがですか、そのファッションも。もう今日もね、装いおしゃれなんですけど、料理と共通点っていうのはやってみてありましたか？あ、盛り付けとかはそうかもしれませんね。あの使うお皿とか、お皿あとクロスとか、うん、カトラリーとかのコーディネートとか、そういうのはあるかもしれないです。全然変わってくるって、日本食は特になんかそういうイメージありますよね。そうですよね、なんかセンス出ちゃいますよね。今ちょっとお母様の話も出ましたけど、思い出の味っていうのは 何なんですか？先ほども聞いてたんですけど、はい、唐揚げもうすごく好きで、いつもお弁当に入れてもらってて、でやっぱり母は仕事でいろいろね、いろんなアシスタントの方とかいて、はい、たまにアシスタントの方が作ると、はい、もう分かっちゃうんですよ、母が作ってないっていうのが。言われてないのに。言われてないのに。何が一番違うんですか？分からないんです、それが。それ面白いですね。それがなんかやっぱり子供ならではの味覚みたいで、母もすごい喜んでました、その時。明らかにじゃあ味付け醤油だ何かが違うってことではなくて。ではなくて、何かが違うんです。愛情なんでしょうかね料理は。そうか、面白いな。ではお花見、今シーズンで、さっき唐揚げ絶対欠かせないっていうのありましたけど、はい、栗原友さんがおすすめするお花見シーズンに合う一工夫なんてありますか？お花見シーズンに合う一工夫、私が一応あの築地の魚屋さんに勤めているので。今、はい、あ、そうなんですね。まあ、今はちょっと子育て中でお休みいただいてますけど、はい、まあ、夫も魚屋なので常にうちには魚があって、でお魚今のシーズンだったら昆布締めにしてお寿司にして持っていくとか、おあと筋目に軽くして棒寿司とか押し寿司とか作っていくとか、そういうのがいいんじゃないですかね。ポンと手軽に手づかみで食べられるし、うん、
爽やか、小ぶりめって爽やかですもんね。いいですよね。あれって手作りそんな難しくないんですか？簡単なんですよ。そういうのを実は料理教室で教えてるんですけど。ちょっと一手間で、しかも周りからしたら拍手を切るやつですね。すげえ。でもそういうのありますよ。他にもそうですね。すじめもすごく簡単で、酢で締めるだけなんですけど、ちょっと手間がかかってて、いいですよね。一アレンジ。はい、その締める時に薄く切ったオレンジとかみかんとか柑橘を入れるとちょっと違う香りがして、はい、あれ食べた時になんか違う味がするっていう一手間が小技。小技おしゃれですよ。これモテるやつだ。モテ技いいですよね。料理でやっぱり胃袋をつかまえるっていうのはご自身もそうでしたか？だといいんですけどね。きっとね、このお花見でもってそうやって手作りの料理で何か春の恋っていうのもあるかもしれないですから、ね、ですね。ちょっと今2つ出ましたよ。昆布締めと酢締め、ちょっと柑橘をいく。では後半はですね、1曲挟んで後半は栗原智さんが今注目している味覚に迫ります。お楽しみに。サンスターオーラ2モーニングインサイト。サンスターオーラ2モーニングインサイト。さまざまなジャンルから輝く女性をゲストにお迎えするシャイニングウォーマンデイ。今朝は料理家栗原智さんお迎えして春の美味しいお話をお伺いしております。栗原さんが最近発見した美味しいものっていうのがあるんですよね。はい、つい先週なんですけどフィレンツェに行っておりまして。イタリア、フィレンツェ、はい、フィレンツェで年に1回食の展示会でピッティテイストっていうのがあって、はい、そちらにちょっと行ってきたんですけど、その合間に食べたサンドイッチがものすごく美味しくて。サンドイッチ、はい、イタリアっていうとサンドイッチのイメージなかったです。パニーニでサンドして、はいはいはい、ランプレドットっていうんですけど。何ですか？それは、フィレンツェ の、 その郷土料理で、はい、牛の第四胃袋を野菜と一緒に柔らかくなるまで煮て、はい、全然臭くないんですよ。はあ、柔らかいんです。もう食べたら、ええ、もうホロホロってなるぐらい、はあ、で野菜と煮てるんで甘くてコクがあって、ええ、でそれをパセリのソースと辛いチリソースをかけて挟んで食べるんです。でパンは硬いんですけど、ええ、時間が経つとその汁をパンが吸って、ええ、柔らかくなって美味しそうなんですよ。そのお弁当でもう顔がもう今よだれを我慢してる顔になってるんですけど、お弁当でサンドイッチのこの野菜が水分染みちゃって残念と思ったことは子供の時あったんですけど。ありますよね。むしろそれが OK になるパターンですね。そうなんですよ。はあ、イタリアのそういう食の展示会があるっていうのもなんかいいですね。はい、すごいんです。もう、うん、オリーブオイルもワインもクラフトビールもチョコレート もとにかくいろんなものがあって、で首からグラスを下げて、試飲しまくってでつまみが欲しいなと思ったらチーズのブースに行って、もうちょっと食べたいなと思ったらお肉のブースに行ってっていうのを2日間、うん、味わってきて、それがまたきっと栗原さんのお食事、はい、これから作る料理にも生かされるんだと思うんですけども。あ、そうですね。じゃあ国内でちょっと身近に行けるおすすめの、場所エリアありますか？おすすめというか私が、まあ、そんなに行ったことないんですけど、はい、福岡がすごく好きで。福岡、僕も行って美味しいと思うものいろいろいただいたことありますが、美味しいものすごい詰まってるじゃないですか、野菜もお肉も魚も、もう塩でさえも美味しいと思って。塩も美味しい。博多というともつ鍋とか、はいはい、お魚だとあちらは、関サバとか、まあ、ちょっと近いエリアではありますけどね、うんうん、何が一番好きですか福岡グルメ？鶏鍋かな。鶏鍋、鶏行きましたね。鶏鍋すごい好きで、なんて水炊き、水炊き、水炊き、なんか白濁した濃いスープに、最後どうしようみたいな、うどんなのか、なんか麺なのか、はい、ご飯なのかとかいろいろ選べたりするじゃないですか、もちろん雑炊で、はい、で卵ジュワッ、ネギジュワッジュワッジュワッやっぱね食の感じも結構男前なんですよ。こうシンプルに素材の味がっていうのがやっぱりいいんでしょうね。はい、もう鶏の濃い味いいんですよね。そういう意味で言うといろんな美味しいものを食べてきて、これ食べたい憧れてるんだけどまだ食べてないなんてものもあるんですか？ブータンに行ってみたくて。幸せ度が高いブータン、はい、ブータン行ったことありますか？ないんですよ。どこが魅力なんですか、ブータンの食は？私辛いものが好きで、はい、ブータンは世界で一番辛いものが、そうなんですか、ふうに言われてるらしくて、
まあ、ブータンのなんか煮込みとか食べてみたいですね。どんな辛さ、僕父がインドなんで、うん、いろんなスパイスの辛みは大好きなんですけど、ブータンまたちょっと違うんですかね、うん、でも近いですよね。エリアは近いですよね、うん、もう全く未知の世界で、行ったことある友人もいないので。ああ、なるほど。確かに身近でちょっと遠いまだ国、ブータン、はい、ブータン料理店も日本であまり見ない。そうですね、あるんですけどね。あるんですか。あるんですけどね。そうなんだ。代々木原に。あ、結構じゃあ都内でブータン料理食べれるんですけど、本場が食べたいです。本場はまた違うんでしょうね。ではその私たちに美味しい贈り物を届けてくれる栗原友さんですが、今日はシャイニングウォーマンデーなんで、そのキラキラした輝きの源なんですかね。源はやっぱり今もお話しさせていただいたように、旅と食とお酒です。なるほど。お酒っていうのもやっぱりお食事をたしなむなんか美味しいポイントなんですかね。いや、自分にとっても一番大事で、うん、外食するイコール絶対お酒です、うん、でお酒飲むときは絶対何かつまみながら、お酒だけでっていうのはちょっとなんかあんまりないですね。お酒だけが好きっていう話も聞きますが、やっぱりそこはつまみ、一番今一押しのお酒に合うマイつまみなんですか。マイつまみ、なんだろう、からすみ。からすみか。本格的なの来ました。あと豆腐用とか、魚卵と豆腐用とか、もうお花見に持って行きづらい、ちょっともう。ありがとうございます。今後のちょっと美味しい目標なんてのも伺いたいんですが。美味しい目標、食べるのが好きなので、喋、はい、ることで何か美味しいことを伝えたいなと思って、実は私もラジオやってみたいなと思うんです。いいですよね。なんかこう喋ることだけで食べ物のしずる感を伝えて。しずる感って何ですか？例えばチーズがドロッと溶けてっていうような様。それを聞いた方が、あ、今日それ食べたいなっていうふうに思ってくれるような、とにかくこう何か自分がすることで誰かが何が食べたいっていう風に、今雑誌とかでもやらせてはいただいてるんですけど、はい、そういうこともしてみたいなって思ってます。いいですよね。結局いろんな、もちろん栄養とか考えていろんなレシピを作るっていうのは大事、もちろんそれもありながら、一番体にいいのは美味しそう食べたいっていうものを食べるのが、なんか一番いいような気がしますよね。楽しみです。5本の方も出版の予定が5月に、はい、5月にできるといいんですけど、今実は作ってる最中で、はい、あのせいつながら、あの離乳食の本を、いいですね。私子供生まれたてなので、おめでとうございます。チェックさせていただきます。ぜひにお願いいたします。栗原友さんの離乳食の本もカミングスーンです。皆さんお楽しみにしていてください。サンスターオーラツーモーニングインサイトシャニーモーマンデイ、今朝は料理家の栗原友さんお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。